ご視聴ありがとうございます。さあ届きました、こちらです。はい、ファイナルファンタジー7リメイクプレイヤー扱いルーファー通信ら、今回はこれを開封していきたいと思います。よかったら見ていてください。はい、ですいません、ちょっとですね本日時間がなくてですね、いつもの速報お顔レビューだけ先にやりたいと思います。あの土日あたりにしっかりとした開封レビューやりたいと思いますので、すいません今回短めとなります、ご了承ください。はい、では、早速開けていきましょう。さあついに予約組第3弾になりましたね。それにしても笑っちゃうくらい発売順調ですよね。今年の6月に予約開始になりましたが、もう5ヶ月くらいで発売になっちゃいましたね。どれも本来はこんな感じで発売される予定だったんでしょうね。あのゲーム発売から落ち着くとこれだけ順調になるんですね。はい、で中身ですが2段ですね、下はまあ台座のみで上に全部収まってますね。あの銃が3丁もあるので、まあ、箱が大きくなった感じですかね。はい、ではとりあえず本体見ていきましょう。まずビニールを取ります。今回衣装が複雑なので結構厳重に保護されてますね。よし、では今回のルーファウス出来はどうでしょうか。いきますよ。こんな感じです。どうでしょうか。あの今回も結構いい感じですよね。あのセフィロスみたいにちょっと唇が青めですかね。なんか夜とか暗いところのシーンな色味な気がします。あとちょっと幼い感じあると思います。女性っぽさとかかもですが、なんか少し可愛さはあるかもしれないですかね。もうちょっと大人の男性っぽさはあってもよかったなって思いました。でもイケメンのいいヘッドだと思います。で社長もですねヘッドが2つありますので、一気に変えちゃいますね。いきますよ。こんな感じです。こっちは笑ったフェイスになりますね。あの余裕の笑みって感じですかね。こっちもなかなかいいんじゃないでしょうか。で結構細かいんですよね。あのただ笑っているっていうだけじゃなくて少し口を曲げて笑っている造形なんですよね。いいですねこれ。あのこれポーズとかも映えるいいフェイスなんじゃないかと思います。いやこれ飾るの楽しみになってきました。はい、ということで、フェイスは、こんな感じでした。で、衣装もやっぱりパッと見良さそうですね。稼働に制限なんかはありそうですけどね。その辺は次回詳しくやっていきたいと思います。で次がですね、おそらく全然違う動画上がるかもしれないので、土日中にはですね詳しい開封動画出せるかなと思いますので、よかったらまた見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。今回は少しでも早く購入の参考になれればと思い、速報という形でフェイスのみのご紹介でした。では以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。